こんにちは、船橋児童ホームです。今日皆さんに紹介する遊びはこちら、遊んでのトレ神経衰弱船橋編。何が船橋編かと言いますと、皆さんが普段やっている神経衰弱、トランプを使って同じ数字が出たらカードをゲットというようなルールだと思うんですけれども、今回は船橋編ということでこのようなカードを作ってみました。船橋の特産品や名所場所ですよね、こういったものをカードにして、今から神経衰弱遊んでみたいと思います。大丈夫これで分かんなかったら問題ですからね。
皆さんよろしいでしょうか。答え合わせいきたいと思います。結構ね多いですよね。それでは答えはこちら、じゃじゃん、はい、2番の21巻が正解です。あー、よかった、はい、大丈夫ですか。思ってたのと一緒でした。あー、よかったです。結構ね多い数かと思うんですけども、それでも、近くに児童ホームないなっていう人いると思うんですよね。けどそんな、でも大丈夫です。児童ホームがね近くにないところでは公民館のお部屋を借りて巡回児童ホームというのを、行っています。で詳しくはねホームページなので調べてみてください。はい、では本日も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。